買ってみたんですよ。子供たちがね、毎日食パン食べるからね、毎朝ね、毎日食パン買うのもったいないなと思って、食べないからもうアイスがなくて泣いちゃってました。ホームベーカリー、アマゾンで買ったんだよね。ではみんなにお見せします。じゃーん、でかい。パナソニックのビストロさんっていう、あ、ちょっとみーちゃん乗らないで、キッチンの上乗らないで、頭打つ頭打つ。ベーシックな食パン作りからしよう。それが成功したらどんどんいろんなの作っていこう。それではパン作り、イエーイ。説明書読みながらやるよ。いくよ。一回さた、あ、あとこれも入ってました。野上さんの食パンはできるって書いてあったのよ。野上って知ってる、みんな。やっちゃうと、はい、これ美味しいと思うよ。ただすぐできる。よし、やろう。いちご大福、いちご大福食べんの、食パン作るのね。ママ9個作ろう。9個食パン、うん、キュウコ。キュウちゃんが今いちご大福食べてます。感想をカメラに向かってどうぞ。焼きまんせ食べるから。ぬるま湯 30g でドライアイス 4.2g をダマがなくなるまでしっかり溶く。よし、頑張るぞ。うっ、美味しい。じゃん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 。ドライイースト買いました。作りにはドライイーストと強力粉がマストでいるみたい。ぬるま湯 30ml。 何気になってになったら、うん、なんで脱ぐ。また身肌コンプレゴリラで。ちょっと測った。測った？こっち？そう、優しく入れて全部全部入れてください。フォアが入れたいです。混ぜ混ぜしてください。順番順番。幸せなら手を叩こう、幸せなら手を叩こう。その間にみーちゃんのお得意な歌を、せーの、バスに乗って、せーの、オートバスに乗ってます、切符を、なんだとどうよな、オートバス切符の中にポケット入れて、お隣へ、はい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 、どんな色を、そして、ポケット入れて、パンケースにパン羽をセットする。パン羽って何？パン羽できた。できた？オッケー。パン羽理解したので、この中にママが言うやつをどんどん入れていってください。小麦粉 280g 測ります。うっ、280g になったらストップって言ってね。280って数字に見えたら、ストップよ。もうちょっと。ああ。280。どうやってみたい。ダメ。オッケー。こんな感じでください。一緒に入れよう。あ、こぼれるよ、こぼれるよ。絶対こぼれる。いやー。おお。次入れるよ。卵トントンしてくれる人。はい。溶き卵ここに溶いてください。お願いします。卵とバター入れてください。レッツゴー。砂糖を多すぎた。はい、じゃあ次みゆちゃんお砂糖入れてくれる。お砂糖やったー。これ3回入れて。ワン、ツー、スリー。オッケー。今お砂糖と卵とバターと強力粉だね。スキムミルクって何？スキムミルクって何？大さじ2。次、はい、大さじ2。やりたい。じゃ
一回ずつね。オッケー。意義ある人はパンは食べれません。はい、どっちですか。はい。一回ずつでいいですか。一回ずつでいい。矢先どっちがする。はい。楽しかった。いいよ。たまには塔に譲ってあげたら。だってさ、みーちゃんいつもねえねえさ譲ってくれるよ。あ、YouTube パーパトロール見てるかも。じゃんけんしてください。最初はグーとパーがどこ？グーとパーはパーが勝つ。最初はグー、じゃんけんぽい。グーとパーどっちが勝つ？絶対さ、パー勝つ。パー出すじゃん。ねえねえ、はい、一緒に持って。うん、OK、完璧。2人とも上手です。その後はパンケースに本体をセット。これを入れるんだって。やれた。あ、ここに入れるだけ。そしてぬるま湯、これ入れてください。はーい。あ、じゃあこれに入れてぬるま湯とわちゃん入れて。ぬるま湯の方がお姉さんだから。 OK。 うん、よし。え、ちょっと待って、ちょっと待って、入ったちゃんと。いやー、ちょっと待って、こぼれちゃった。いやー、行こう。あ、行こう。こうちゃん、メニューの8番を押してください。それを上に8回押してごらん。4、5、6、7、8。 OK、 スタート押してください、みゆちゃん。せーの、ね、できました。完了しました。オープン。ちょっと待ってよ、熱いからね。これどうやって開けるの。これ熱い、待って。熱いから触っちゃダメよ。よし、2分後ここから出します。すごい。切ってみます。めっちゃ美味しい。甘くない？めっちゃ美味しい。うん、これは大成功ですか。そう